南の島からこんにちは、こんばんは。マリトレコの味方、堀です。さて今回はですね、ローカルフード特集ということでやっていこうと思います。私ただいま、夕日がとても綺麗ですね。月まで見えちゃって、すごいいい感じの空だな、じゃなくて、パサルクレネンというですね、ローカル市場にやってきております。まあ市場って聞くとなんかあれだよね、物買うとこじゃねえのと思うんですが、人が集まるところには美味しくて安いご飯がたくさんあるよということで、ローカルフードもねたくさんありますので、電波サールエリアにあるパサールクレネンでいろいろと見ていければなと思います。もうねちょっと手当たり次第食べちゃおうかなっていうような感じです。腹減ってるんで、頑張って食べていこうと思います。一つずついろいろ紹介しながらねやっていこうと思うので、ぜひ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 バリ島の雰囲気もお楽しみください。それではバリ島旅行の見方スタート。さあ行きましょう。こういうですね、まあ、ローカルの市場というか人混みというか人が集まるところ一応ですね、バック前にしておきましょう。まあ特にここはちょっとあれですねバリのいろんな市場の中でもこうスリがたまにいるよねってローカルの中でも有名な場所ではあるんで、前にバックを置いてやっていこうと思います。道路を渡る時もね皆さん気をつけてください。歩行者優先なんていう概念はあんまり通用しないのがバリ島でございまして、突っ立ってるだけでは車バイク止まってくれないということで、左遷っていう感じで行くしかないですね。左遷、はいさーす、はいさーす。はい、こんな感じでサクッと渡っていければいいなと思います。さあまず一つ目、こちら何ですか。ジャスケです。そう、ジャスケといえばあのナルトのナルトじゃない方、シャリンガンあるやつ、あれはサスケです。サスケですね、それはサスケでございます。はい、よかった、しっかり突っ込んでくれた。はい、ジャスケはねジャグンススケジュということで、ここに書いてますね、ジャグンススケジュ、トウモロコシ、まあ、練乳なんですかね、牛乳というか、練乳系、あとはケジュ、チーズということで、それが一体になった食べ物、皆さん想像できますか。あ、僕は最初全く想像できませんでした。チョコレートと辛いのとケジュチーズ味ございますね。まあチョコレートいってみようかな。じゃーん。さあこんな感じの食べ物ですね。コーン、これは茹でたコーンですかね、山盛りに入れて、練乳ですね、これは大量の練乳をこれでもかと、もう缶を握りつぶしそうになりながらコーンが見えなくなるぐらいまでかけます。さあその後は、さあさあチーズも、もうこぼれ落ちても関係ないぐらい、あー、いつもよりサービスしてくれてますねこれね、カメラあるんで、まあ、いつも食わないんだけどこちらジャスケですね。じゃあいただいてみようと思います。どうだろう、どうやって食べればいいんだこれ。すごいよ、だってこれ見てくれよ、もう100億パーこぼれるよし、いただきます。甘い、でも練乳とチーズってなんかパンにかけたらめっちゃうまいみたいな感じだね。だからうん、もちろんコーンでも美味しい。あ、コーンが美味しいわ。あそこでお父さんが大量のコーンをさ作ってるんだけど、コーンがうまいわ。でちょっとジャスケ食べながらうろうろしていこうと思います、はい、さあこっちはですねこんな感じでフルーツがたくさん売られてます。まあ、バリといえばフルーツですね、こういう感じのね。うん、こちらはお供え物コーナーですね。お供え物もこうやって販売をしてるってことだね、はい、そうなんですね。さあさあさあ、そしてまあ一応ねローカルのパサールというか市場的な感じなので、こういう感じで、まあ、サングラスとかメガネとか、あ、度が入ってるメガネもあるね。あとは時計ですね。まあ見る感じ G-SHOCK っぽいやつとかニクソンっぽいやつとかなんかいろいろありますが、まあ偽物でしょあ、来ました。次、あ、こちら、え、俺まだその 10m ぐらいしか歩いてないのにこのペースで食ってくのかな。これ何でしょう。クエチュチュ、クエチュチュ、
けたやつです。揚げた甘いやつです。甘いやつ。じゃあ食べてみましょう。いただきます。あ、すごい。もう見てほしいんだけど、おいしい。食べかけなんですけど、はい、中に何か入ってるかと思いきや何も入ってない。入ってないです。こう見たら、なんかいかにも何か入ってそうかと思ったら、もう何も入ってない。なんだろうな、あの揚げパンに似てる感じですね。あの揚げパンの油あんまり切らないタイプの揚げパンです。トラディショナル。バパダリマナドのスラウェシーだって。スラウェシーのブナケン。ダリブナケン。ブナケンはシュノケルで有名です。そうだね、聞いたことある。あ、でもこれ美味しいわ。なんか結構癖になる。ブラウンシュガーの甘すぎない感じで、ちょっともちってしてる。もちってしてる。いや、おかしい。ジャスケの甘さがもう今になって鬼のように来てます。行きましょうか。はい、さあ入ってみましょう。はい、さあここが一応パサールの今歩いてきたところはまだ外側だよね。外の側のとこなんで、もう腹いっぱいだよ、ヘンリー。ここからようやく入るぜっていう感じですね。はい、行ってみましょう。いや、すごいね、この入り口でこういう煙を浴びてください、みんな。煙を浴びないとローカルフード話にならないから。はい、行こう行こう。あ、結構混んでるね、もう席ないぐらい混んでます、ここ。あ、やばい。ミーアヤムもあるよ。ミーアヤム美味しそうだよね。ミーアヤム美味しそうだよね。ミーアヤムにしようか。すごく見られる。じゃあミーアヤムにしちゃおう。はい、ということで来ました。こちらミーアヤムでございます。いいね、屋台のミーアヤム感がすごいわ。いいよね、やっぱりね。まあ、肉団子的なものですよね。真ん中にお肉があって、麺があるというような感じです。ちょっと野菜も入ってるかな。なんだろう、これは主食というよりおやつ寄りの主食くらいの感じかな。そんな感じがしますね。いただきます。じゃあ早速です。なんかすごいね、やっぱこれだけ活気があるっていう感じがしますね。いただきます。うまっ。なんだろうな、なぜか懐かしさを感じるようなミーアヤムですね。うん、どっちかというと甘めの味付けで、このなんだろう、一瞬ツナカと間違うようなチキンがすごくいい味を出してきてます。あ、うん、うまいわ。やっぱなんでしょうね、人間っていうか日本人結構麺食べるとああっていう感じありますよね。その感じが今めっちゃしてます。あ、うまっ。まあね、結構ミーアヤムは観光地のそのど真ん中でこういう屋台を見つけるのって大変だと思うんですよね。なんでそうだな、ローカル飯全般に言えるけれども、最近だとグラブとかゴチェックでデリバリーができるから、うわめっちゃ食べてみたいこういうのっていう時は、そういうデリバリー使っちゃった方がね、観光地に泊まるとか言うと楽かもしれないです。バイクでたまに来るんです。ああ、はい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 、可動式の。そうだね。はいはい、これこれをバイクに積んでというかさ、あるよね。あります。できて、オフィスの前とかにこうオフィスのある通りに来て、カランカンカンカンってやって、でみんなオフィスにいる人たちと食べるっつってで、みんなで食べたりします、道端で。うん、結構さ、ローカルの人ってこれ入れるよね。入れますね。あ、甘い醤油です。これこっち辛いんだよね。こっ
一番これは辛いやつだよね、ロンボクね、はい、ソースロンボクは辛いやつ。あともう一種類あります。あ、辛いのね。辛いのこれ甘くなるのかな。これでも入ってるよね、多分入ってる、入ってるよね。より味が濃くなるみたいな感じかな。ちょっとつぶっちゃおっかなだから、ね、今までね、いやだってそもそも味めっちゃ濃いからどうだろうって思ってたんですけど、そんなティッシュ拭く人見たことないですねそっか、俺も見たことないわ、今自分でやってて、うん、ごめんなさい、なんか確かにいいところです。あ、よかったですわかるんだと気にせず垂れちゃうんですね。そうだね、結構ベタベタだもんねはい、あ、うん、結構変わるわ、より甘みが増す。あ、なんか甘みとコクが増すわはい、ごちそうさまでございました。ジャスケも頑張って食べました。ちょっと残ってるけど、まあ、これは許してください。もうマジでお腹いっぱいですまだいけるね、はい、ちょっと交代でいきましょう、はい、交代で交代よし、OK さあ行きましょう、はい、すごいね、ここはすごくやっぱりローカル感があるね、はい、この音楽も含めね。さあお次は何で行きましょうか、ヘンリーさん。まだ全然お腹減ってるよね。はい、食べてないです。いけるわ、ちょこれ何、外なんだ、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 何が起きてるんだ、なんだ、なんだ、なんだ、すごい T シャツじゃない。外にするいいじゃないですか。はい、こちら外アイアムですね。これもローカル飯の代表格でございます。さあ来ました、外です。外アイアム、はい、すごいね、はい、これがたまらないんです。それ何なの、ホヤって言って、なんかホヤ、そのコクを出すための出た、全部コクだ今日のテーマホヤホヤって言って、なんか原料はこれの乾いたやつ、はい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 、はい、砕いて、あとオニオンとかガーリックとか、それ系なんだね。じゃあ行っちゃいましょう。ローカルだったら、あ、ローカルだったら、あ、それライム、ライムです。はいはいはい、と一個用意されるんだね。いつもはもうちょっと来てるんですけどね。あとこれです。あ、それね。出た。さっきの俺のあれと一緒？はい、同じです。ケチャップマニスってやつですね。ああ、やっぱそうなるんだね。もう一個です。まだある。これです。ああ、サンバルですね。はい。辛いやつや。辛さだけ確認します。ああ、なるほどね。テイスティングがあるのね。お、辛い。辛い。辛いのね。あ、ちょっとね、あ、ちょっとだけにしておくのねそんな感じで出来上がりなんだ。はい、で混ぜ混ぜして、はい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 、食べます。はい、どうぞ。いただきます。まあ、ソタイムといえば結構やっぱローカルでうまいものリストに入るな、ソタイムは。日本人の口に合うというか、やっぱり美味しいよね。めっちゃ美味しいです。あ、めっちゃ美味しい。あ、よかったよかった結構やっぱライム入ると急にさっぱりになるよね。ライムがなければなんかこってりしてる、そうそうそう、豚骨みたいな雰囲気出してるのに、はい、ライム入れた瞬間めちゃくちゃさっぱりのスープになるからいいね。ヘンリーはあれなの、いつも最初からライム、はい、あ、最初からライム、はいはい、ちょっと一口だけちょうだい。じゃあさあさあどうでしょうか。あ、でも辛いかな、大丈夫、そんな辛くない。いただきます。そんな辛くないです。あ、美味しいわ。外アヤムの中でも美味しい方だわ、ここ。クタにあるさ、あそこと同じ系だね、
セントラルパーキングのとこの外アヤム穴場の、はい、ありがとうございます。スラバヤ系の外、スラバヤ系の外アヤムなんだそれは、はい、あー美味しいわ。でちゃんとでっかい鍋で作ってる専門店だからこその味みたいなのが出てます。美味しい。じゃあヘリさん、はい、外アヤムに関する思い出エピソードを。豚の、はい、外アヤム、はい、チャンソン、チャンソン、はいはいはい、チャンソンのホルさんと行った時にホルさんのバイクがオイル交換が必要だった。そんなことあったっけね。なんか煙出た時、はい、あ煙出たよね、はい、もうすぐ治った。びっくりしましたけど、俺もびっくりした。あバイク死んだと思ったけど全然大丈夫でした。というすごく平和なエピソードでした。いかがでしたか、ここの外アヤムは。リピありです。リピありいただきました。ありがとうございます。次行きましょう。美味しいです。ここのやっぱ市場というかパサールの面白いところはですね、まあ、市場って聞くと生鮮食品なのかなと思いきや全然そんなことはなくて、服とかね、いろんなもの売ってますね。これ古着屋じゃないですか。うわ、これ古…え新品だよ、タグついてるよ、だって新品なんじゃない、ほら新品ですかね。勇気勇気ジャケットもあるよ、ね、まあ、本当にで服だけでもなく電化製品みたいなちっちゃいガジェットみたいなのも売ってたり、ネックレスだったり、あそこ帽子屋さんだしね。帽子屋さんも見ていいかな、はい、オブラルトピー1万ルピア100円です。帽子100円だ。でもね知ってるんですよ、これ100円って書いてあるじゃないですか。えじゃあこれって言ってなんかいいやつ選ぶと、あ、それはちょっとスペシャルなんでなるのよ。なるのよ。え、100円はどれなのって言ったら、100円もじゃあその辺のなんか全然違うこれだよみたいな言い出すっていうのが定番どこですね。はい、あすごいアディダスだこなんだのいっぱいあります。ビンタンバリ、ビンタンバリ、あビンタンバリもあるね、これね。帽子屋さんっていうとこうこれだね。はい、ローカルだったらこんな感じだよね。あバスタオルも売ってる。バスタオルがバリ高い。日本の方がねいいよね、タオル系はね。もちろん売ってはいるんですが、これでこの値段かみたいな感じではある。ここでも安い気がしてた昔。バスタオル聞いてみますか、いくらだろうね、聞いてみよう。600円。ほらここやっぱ安い気がする。2個頼むと1000円でいいよ。あーなるほどね、そういうことね。やばい、グッチあんじゃん。グッチのバスタオルこれです。いつか怒られそうだな。よし、じゃあ行きましょう、はい、さあということでちょっとうろうろして、エネルギーを消費して、そしてなんかご飯屋さんが立ち並ぶところに来ております。ここだったらまだ食べてない何かがきっとあるはず。何がいいかな。あでも普通にナシゴレンみたいなのもありそうだね。バビグリーンはいかがですか。バビグリーン食べる。よし、じゃあさあということでこちらがバビグリーンです。ドーンドーンだよ。すごいですね、すごいね、山盛りな感じで、はい、まあ、バビグリーンといえばバリ島の伝統料理の一つに数えられる料理ですね、はい、結構具材が多いですね。多いですね。サテもあって、そうだね、キュウリ、キュウリも入ってた。キュウリも丸ごと入ってるみたいな、はい、あこれがいつもみんな
あれですね。そうだね。喧嘩するやつです。はいはい、取り合いになっちゃう。美味しい部分。皮のとこだね。皮のとこと。まあ、などなど。まあ、豚の丸焼き料理ですね。いろんな部位が使われているというような感じのご飯です。これも皮です。それも皮だ。皮揚げたやつ、ね。食べてみましょう。はい、食べてみましょう。どっから食べるか。どっから、そうなんだよね。バビグリン迷うよね。迷います。最後結果ぐちゃぐちゃになるからいいんだけど、最初の一口ね。これで、はい、いきます。さあどうでしょう。結構バビグリンって辛いとかあるからね、本当のローカル料理だよね。辛くはなかった、ね、辛くない。おう、美味しいです。結構そのスパイス的なのが、スパイスみたいなのがめっちゃ効きますね。そうだよね、いっぱい入ってるよね、バビグリンってね。あと身が柔らかいね。柔らかいんだ。なんかあの見た感じ、バビの年齢がね、年齢がちょっと大人なんで硬いかなと思ったんですけど、ね、柔らかいです。ああ、よかったよかった。結構人気だね、本当ひっきりなしでお客さんが出たり入ったり、まあ、ここが人気なのか、あの本当にここに人がいっぱい集まるからね、それのあれもあるけど、どこのご飯屋さんもいっぱいだもんね、人がね。はいですね、うん、すごいね、この活気を感じてほしいですね。はい、本当にね、ないですね、そういうね。じゃあちょっと僕も味見だけさせていただきます。わーい、うん、あ、おいしい。さっぱり濃い系バビグリンだね。うーん、私、俺この間この並びのあっちのバビグリン食べたんだけど、こっちの方が好きかもしれない。野菜がシャキシャキしてる系の、タングーにあんまりない感じだね。あとスープもいただきます、はい。うん、スープうまいわ。うん、骨の出汁ですね。出汁がすごい、ほぼ出汁だけで構成されてる。でも味めっちゃ濃い。あ、このスープうまいわ。いや、ここは俺結構バビグリーン食べるけど、日々もしかしたらトップ3に入るかもしれないぐらい美味しいお店です。うん、ここは当たりだわ。なんかあの小学校の時の作文に将来の夢みたいなのを日本では書くんですけど、インドネシアもありますか？なんか作文みたいな感じじゃないんですけど、夢は何ですか？将来何になりたいですか？はいはいはい、みたいなのはみんなで話し合おうみたいな。あ、話し合うみたいな感じなんだ。面白い。なんか日本だと警察官とか、まあ、今だと多分 YouTuber とか、はい、鉄板どころ、警察官、医者、医者とか先生とか、先生、あ、一緒？そんな感じか。珍しいのは、うん、レーサー。あー、はい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 、 F1 レーサー、はいはいはい、いたいたいたいました。なんかうちのお姉ちゃんの子供、はい、俺の甥っ子ね、はい、甥っ子はなんかお姉ちゃんがもうさ、こうちっちゃい時からプールに通わせて、英語を勉強させて、塾行って、もう小学校入る前ぐらいとかで、小学校1年生ぐらいになって、将来の夢は何ですかって聞いたら、トラックの運転手っつってて、あ、誰でもできるやつだ。まあ誰でもできないけど、やっぱすごい仕事だけど、やっぱいいよね、でもそういう夢も。はい、俺様なんて書いたんですか？俺ね、アームレスリングの選手。いや、これ本当にそれもすごい。本当に俺はお手相撲強いなって思って、やっぱ強みを伸ばさないといけないよなって思って、アームレスリングの選手って書いた。前から思ってたんだけどさ、インドネシアの若いお兄ちゃん、で特にあの彼女と一緒にいる系の人ってさ、こうフード被るじゃん。これ何なの？かっこいい？自信がないじゃないですか。ちょっとなんか危ない感じがしてかっこいいとかじゃなくて、自信がない。まあそうか、まあ、もちろん本人はかっこいいと思ってるかもしれないです。自信のなさの表れということで、そうしときましょう。はい、自信持って生きようぜっつって。さあ、お腹いっぱいですね。もうお腹いっぱいではあるんですが、
それで終わらないのがバリ島旅行の見方ということで、なぜならばこれは日常の Vlog ではないんです。その辺の観光客が日常を映している Vlog などではございません。皆さんにインドネシア料理ローカルフードをなるべく多く紹介したいという目的のもとやってるので、お腹がはち切れるまで行きましょう。よし行こう。すごいですね。さっきより人が多くなってきたような気がします。さっきも夕日時だったんですが、本当にご飯の時間になってきたなっていうような感じですね。すごい人だ。あ、なんだ、行き止まりか。あとここ何屋だ。これは何屋さんですか。ナシゴレン、ミゴレン、ナシゴレン、あ、いいじゃん、いいじゃん。まあ鉄板だよね、ナシゴレンといえばね。ナシゴレンにしましょう。ローカルが思う中華料理です。あ、中華料理なんだよね、ローカルはね。ナシゴレンを中華料理だと思ってるということで。まあチャーハンって言えば中華料理だもんね。よし。今気づいちゃったんですが、これすごい名前じゃない？バカ川、バカ川コマ。違うよね、きっとね。まあ、そのままです。本当に馬と鹿が書いてある、ここに。バカ川コマ。馬&鹿ってコナンみたいな感じだね。アンドが入る。アンドが入るね。やっぱりこれでもローカルフードってこうやっぱどれだけ床が汚いかで美味しさ決まってくるからね、基本的には。床が綺麗なローカルフードはあんまり美味しくないと思ってます。床も含めての値段味雰囲気ですからね。これはもうできてたんですよ。ああ、そうなんだね。もうできてるの盛るだけみたいな、はい、作り置きしてね。作り置きして、5人分とか、はいはいはい、1人作ったんです。ああ、じゃあそれ人気店しかできないからね、それはね、はい、いや、手に任せ。わーお。はい、こちらがナシゴレンです。はい、赤いね。ナシゴレンったら、ね、みんな赤いんですか。赤い系とケチャマニス系がある。あ、そうだね、茶系とね。はい。まあこれは赤い系のやつ。こっちもミーゴレン、なんかナポリタンみたいな感じだけど、これこれは赤いソースが多い。一緒です。もうナポリタン、あの横浜の名店の懐かしのナポリタンみたいな雰囲気出てきちゃってるけど。いいですね、これはミーゴレンでございます。はい、さあ、1人1個ね、頑張ってよ。頑張ります。どっちがいい。これさん、俺米がいいな。米だったらまだいける気がする。じゃあ変にミーゴレン担当で。いただきます。よっしゃ、じゃあ、もう全然余裕だよ。お腹減っちゃって仕方ない。お腹減ってる時の感じを出さないといけないよね。マインドウォッシュですね。はい、マインドウォッシュ、洗脳です。今日も一日めっちゃ働いて、昼ご飯も忘れた、夜ご飯も忘れて、あ、一日ドタバタして、やっと朝ごはんぶりのご飯だ。うわー、ナシゴレンだわ。いただきます。あ、うまい。あ、今味めっちゃしっかりしてる。この感じ薄味じゃんって思うんですけど、めちゃくちゃ味濃いっす。もうここ痛くなるぐらい味濃い。炒めに気をらずに、うん、本当に。で、なんか何にも具が入ってなさそうに見えるんだけど、これは豚がチャーシューみたいな雰囲気を出してきてて、本当に日本の色だけ違うけど、日本の中華料理屋のチャーハン、あれの感じがします。うまいもん。そういうのはいくらでも食えるよ。うまいもんだったらいくらでも食えるよ。とか言って。ですね。ちょっと休憩しながら食べます。はいはい、はい、横浜の名店、横浜の名店ナポリタンをいただきます。見た目結構ナポリタンに近いですよね、これね。
赤い、ね、赤いとね、うんうん、なんかトマトソースっぽいです。そうだよね、でも全然トマトじゃないよね。なんで赤いんだろうな、これこれなったらもうナポリタン、ね、これもうナポリタンの絵だよ、これ完全に。いただきます。いかがですか。めっちゃ美味しいよね、うん、ここ美味しいわ、全部美味しいね、やっぱパサールで生き残っているものたちって。見た目によらず濃いですね。そうだよね、はい、そうそう、見た目結構薄そうだなと思いきやめちゃくちゃ濃いというここの特徴ですね、はい、全部が全部そうなわけじゃないね。本当に見た目薄そうで味も本当に薄い時あるよね。ありますあります。何の味もしなかったみたいな時もある。ここは濃いだし、うん、中華です。そうだね、中華の感じですね。バビグリーンの後だともう完全に中華だなって感じしちゃうね、はいはい、いやなんかこんなにがっつりナシゴレンを食べるっていうのもすごい久しぶりな感じがして、っていうのもあの僕恥ずかしい話、バリ島に引っ越してきてからすぐぐらいにとってマジで仕事もどう何すればいいのかも分かんないみたいな感じで、でお金だけめっちゃなくなっていくみたいな状況で、よくナシゴレンを朝昼に分けて食べるという必殺技をやってたんですけども、80円でナシゴレン買って、まあ、朝というかもう半分お昼ぐらいかな、半分お昼ぐらいに半分だけ食べて残りはちょっと持って帰るわみたいな、ごめんお腹いっぱいでとか言って適当なこと言って、で持って帰って夜冷たくなったナシゴレンを家でひっそり食べるっていう、でその時のナシゴレンに比べたらだいぶ具もいっぱい入ってて味も濃いし美味しいです。なんかその時のいろんな思い出がいろいろなんか蘇ってくるからナシゴレンって普段あんま食べないんだけど、まあ久々に食べると美味しいなと思います。さあということでごちそうさまでした。あーお腹いっぱい、はい、やっぱりこのびしゃびしゃの床と後ろからこう漂ってくるこうサンダルの匂いみたいな、ゴムの匂いみたいなのをね感じながら食べるナシゴレンは美味しい。まだいける、いけます。よっしゃ行こう。美味しかったです。よし行きましょう。本当にさっきより人がすごい集まって めっちゃ混んでるんですか。ここめっちゃ混んでるね。なんだろう、ピパちゃんと、ピパちゃんと、ああ本当だ、これもバリの結構有名なローカル料理ですね。これとここで食べることはできないのかな。みんななんか持って帰る雰囲気もすごいもんね。じゃあここはまあこういうものがありますよ、ピパちゃんとですっていうことだね。そうです。はいです。楽しいと思います。よし、じゃあ外行ってみようか、はい、なんか出店みたいなのもね、いっぱいあるから。さあ、歩いていきましょう。これね、みんな、あれなんですよ、これが今日特別に何かお祭りがあったみたいな話じゃなくて毎日これなんですよ。しかも今日別に平日の夜なんで週末だとか明日が休みだっていうわけではないんですね。毎日これぐらいの活気でバリ島のローカルの方も盛り上がっております。あれどこ行った？いたバイクがね通るから気をつけてくださいね。何ですかそれは。サトウキビです。おわーサトウキビね。ヘブーヘブー。あー本当だ、あれがサトウキビだよね。あれです。あれもうやり終わったやつかな、まだかな。まだだと思います。まだここに、あーここにね、はい、このマシーンに通してメキメキメキってやってベシャベシャってなるんだよね、はい、説明すげえ。絞りたてらしい。絞りたての、サトウキビジュース、はい、すごいね。安い、これで50円です。50円です、安い。じゃん、いただきます。はい、懐かしの味、砂糖の味です。砂糖の味。まあそうだよね。砂糖キビだから。砂糖キビだからね。まあでも天然な感じだよね。感じでちょっと草の匂いとかも。はい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 。大いじゃないですか。超お腹いっぱいです俺。いっぱいですけどね。
飲み物に一旦逃げました。はい。やりましたよ皆さん。もうさすがに腹いっぱいすぎて2人で何も食えないねって言ってて、見つけたのがこちらでございます。ジャムジャムレアさんです。まあインドネシア風の漢方みたいな話ですね。これちょっと行ってみましょう。ちょうど僕なんかお気づきの方もいると思うんですけど、鼻ずっと詰まってるし、咳もね出て、夜とか全然寝れねえみたいな感じなんで、それに効く漢方をやってもらおうと思います。これが締めだ。超整える。咳はもうないんだ。咳がないんだって。全然違うやつにするわ。なんかジャム屋さんってこうやってお話をしながらね、これあるあれあるみたいな感じでやっていくっていう感じですね。これ何に効く何ですか。やっぱりですね、始めますね、はい、はいはいはい、お腹にガスがいっぱいあるとか、はい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 、の解消、あとは体を元気にするですね、疲れを取る。あ、いいじゃないですか。そうですね。どういうパッケージなんですか。これです。これね、ブラスカンチューブ。ブラスカンチューブ、スーパーにもあります。あ、そうなんだね、はい。まあ、ありますが、この屋台で飲んだ方がなんか楽しい。あ、そうだね、楽しいね。楽しいし、なんか効く気がする、ね、そうだね。お湯を入れて、あれを混ぜて、おまじない、おまじないね、大事よ、はい、痛いの痛いの飛んでけみたいな話だから。あ、なんか入れるぞ。蜂蜜です。蜂蜜ですね、結構入れますね、結構入れますね。スプーン 3,4 杯あるよね、あれね。あります。蜂蜜はね、健康にいいって言いますからね。からお皿を拭いて乗っけて出てきました。はい、照りまかし。あれだよ、気づいたけど、この食べ過ぎに効くみたいなやつだよ今絶対。飲むやつは。あ、冷たいんだ。冷たい、キンキン冷たい。お湯じゃなかったわ、あれ。あ、水。じゃあ、いただきます。どうですか。なんか、一瞬だけ超まずい。あの、一瞬だけもう、わーってなって、そのでもまずさがまた一瞬で戻る。とんがりコーンみたいな感じの、トウモロコシみたいな雰囲気もありつつ、一瞬だけ超まずい。ん、口に入れるじゃん、なんかちょっとドロッとした感じで口に入ってきて、一瞬超まずくて、その後とんがりコーンみたいな。すごいの見つけちゃった。すごいね、このマジで見てほしいよく。すごいパッケージじゃない、これ。スタミナ系の。スタミナ系のジャムです。ジャム。カプセルになってます。なんかこの若干腰が引けてるのが面白いんだよね。これすごいなこれ。まあその他にもまあいろいろありますね、ここね。はい。本当にいろいろ置いてます。あ、この。あ、タツノオトシゴだっけな。あれはスタミナらしいです。スタミナ、スタミナ系が多いんだね。はい。なんか来てるおっちゃんたちは大体こんな。あー、なるほどね。はいはいはい。私もう飲めないということでヘンリーにあげました。はい、私は割と好きです。好きってわけが。え、ちょっと飲んでみ。一瞬だけ超まずいから。好きなんだ。好きなんかい。わかんねえ。まあでも体にはいいからね、少なくとも、はい、まあおそらく、うん、あ、そうそう、多分マリ好きの人は知ってると思う。あの、ここら辺はね、トラックアンギンとかは ね一応ジャムの中に入りますね。あ、本当お腹いっぱいです。ありがとうございました。はい。いや、こう今ヘンリーがね、こう飲んでくれてる間にいろいろこのパッケージを眺めてたんですけど、すごいですよね。このパッケージのデザイン感って今は2000年代じゃないですよね。なんかこういうのとか、なんか全体的に
なんかレトロな雰囲気が逆にかっこいいみたいに思えてきちゃって、もうこんなんとかさ、すごいなと思って見てましたね。でもやっぱりあれだね、群を抜いてすごいのはこいつですね。このおじさんすごいよね。ちょっと腰が引けてる感じが何とも言えない。何とも言えないんだよ。ボディービルダーのポーズともまた違うし。違うんですね。なんか、うん、どっちかっていうとタンゴを。そうだね。なんか踊り出しそうなおじちゃんだよね。これは？これなんだ？漢字っぽいの書いてあるけど。浅村はスープです。あー。なんかいっぱいポリタイ食べると浅村になります。あー。こっち下のこれか。はい。これがじゃあ痛風。はい。そんな薬あるんだ。まあでもこのドラゴンとね、虎で痛風に効きますみたいな。でもマジかよってなるけどね。なんかあれでしょ、でもジャムにはあのジャム協会ってちゃんとあるんでしょ。公式な認定マークみたいな あるじゃんね。ここに書いてあるこういうやつ、こう、まあ、おっちゃん出てきてちょっとまたおっちゃんに気を取られちゃうけど。これが、はい、それがジャムですね、認定証。この辺もし、ね、試したいっていう方いらっしゃったらそれは自己責任でお願いいたします。何が入ってるかはよくわかんないです。でもこれは一番有名だから大丈夫。トラックは、ね、それは大手企業なので大手企業だね。はい、ということで、今回はですねインドネシアバリ島のパサールクレネンで、ローカルフードを食べ尽くしてみるの回でございました。結構いろんなローカルフードあったと思います。皆さん食べたことあるよっていうものとかねあったかもしれません。なんかあこれ食べたいなとかこれ食べたことあるとかね、何でもいいんでコメントいただけると大変嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリトルコの味方、俺でした。バイバイ。ヘンリーでした。ヘンリーでした。バイバイ。マジでお腹いっぱいだわ。帰ろう。